出れないって言われて、いや出してくださいって。で最後に、もう二度と入れませんよって言われたから、あ大丈夫ですって言って出てくる。台湾にはもう二度と入れないけどみたいな。そう言われたから、分かりましたって。野球界に戻って、オリックスの一軍のコーチになった時に、試合で大英ホークスとオリックスが台湾に行くもんとなって、で入れないって言われてるから、一緒にやってたトレーニングコーチに、俺ちょっと台湾入れないかもしれないからって言ったら、台湾空港行きました。長くかかったわけ。で後ろにその話したコーチが、立花さん入れますか入れますかと。そしたら、お父さんがその台湾を出る時の